はい、次もですね、そうそう、おなじみ、はい、ももちゃんの先代のうさちゃんで、うん、ね、ロビー&ホワイトのマシュマロちゃん、マシュマロちゃんね、はい、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。あ、ももちゃんは 1.4 キロ。うん、やっぱそんな大きくないよ。
てですか。もうほとんど初めてに近い。なんかね、うどんみたいですね。はい、ふわふわです ね, ねえ、マシュマロちゃんのブログは停止してますが、はい、ももちゃんのブログからご覧になることができます。はい、また見てください、はいはい、お目目つぶってたもん ね, ねえ。ニコさんは2人いるの今日。ニッコさんだよこれ。ニッコさんとニコさん。え、2台あるってこと。違う方なのかな。え、だってさ、同じですって書いてあるもん。あ、そうなんだ。外人ニコさん。ニコがニコだって。面白い。面白くなってくれますね。なんか楽しいね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではここで一旦 CM でーす。
ウムの元祖であり、愛くるしい姿が見る者を魅了してやまない四つ葉。そんな四つ葉のすべては一冊の本になりました。かわいい尻尾からふわふわなお腹など、いろいろな部分をフューチャーしたり、かくれんぼやお留守番をする四つ葉の一日まで、いろんな姿の四つ葉に出会えます。変顔やいたずら顔、そして美しい脚線を誇るセクシービューサギの一面も。寝そべる四つ葉の表情や仕草はまさに女優。数ある四つ葉の厳選ショットからあなたのお気に入りをぜひ見つけてください。またウサギとの暮らし方やウサギを飼うポイントも掲載。もしウサギと一緒に暮らしたら、そんな日常が見えてくる。四つ葉の姿がいっぱいの一冊です。気分は今日もお散歩日和。四つ葉の玉手箱はときめきパブリッシングより絶賛発売中です。今日はどんどこじゃありませんでした、ね、相変わらずいい声だね、はい、原田さん。え、違うってば出たって誰か言ってたよ出たはい。